桜林美沙です。誰も語らなかった防衛産業、これを最近書きました。今までなかなか取材が許されなかった世界です。日本は技術立国などと言われていますが、最近その技術が非常に危ぶまれています。というのは、これは防衛の技術から民間に転用されて日本の基盤となっていた部分が多いんですが、その防衛技術を支えていた産業が今防衛予算削減の煽りを受けて非常に厳しい立場に追い込まれている。これが原因なんですね。関わっているのは数千社の中小企業です。この皆さんが国のためという思いで一生懸命取り組んでいるその姿を追いました。ぜひ手に取っていただければと思います。